横浜 DNA ベイスターズは日本のプロ野球球団セントラルリーグに所属する。略称は横浜 DNA ベイスターズ。また浜、ベイとも呼ばれる。神奈川県を保護地域とし、同県横浜市中区にある横浜スタジアムを専用球場としている。また、二軍の本拠地は同県横須賀市にある横須賀スタジアムである。 さらにその他には、球団全体の練習場と合宿所が、追浜公園内に設けられている。林健商店の実業団チームとして1929年5月に設立され、翌1930年の第4回全日本都市対抗野球大会では、初挑戦ながら全国大会出場を果たした。翌年は、中国大会でベスト4に入るなどの成績を残したが、 世界恐慌の影響などで1932年の第6回全日本都市対抗野球大会前に休止状態となり、南式野球部だけが太平洋戦争開始前後まで存在していた。戦後、1946年6月に太陽漁業南式野球部として復活、同年11月には公式野球部へ変更された。その後の都市対抗野球では、 全国大会の常連となり、1948年には、国体で優勝し、一躍名を挙げる。1949年プロ野球シーズンオフ、リーグ拡張方針で、各企業が、プロ野球参加に名乗りを挙げ、太陽漁業野球部からは、徳良正城、川内隆徳徳網茂ら主力選手が新球団の毎日、オリオンズに引き抜かれた。 野球部に情熱を注いでいた前社長中部県氏は、憤慨し、自社野球部のプロ参加方針を打ち出す。1949年11月22日に、株式会社丸は、球団を設立し、球団名を暫定的に丸は、球団とした。セントラルリーグに加盟。山口県下関市を、フランチャイズ、下関市営球場を、本拠地球場とした。本来、 太陽の車掌と同じ、イコールはを、丸囲みして丸派と読ませるとすべきだが、新聞の活字に、それがないため、丸はと表記していたと言われている。社会人野球としての太陽漁業野球部は、丸は球団設立によって1949年11月30日を、もって解散したが、社会人野球時代の選手には関わらないという、中部県士の方針で、 丸は球団に移籍できなかった選手のために、太陽漁業が呼びかける形で、全下の席チームが結成され、1951年まで活動していた。1950年シーズン開幕後に、太陽ホエールズに球団名を解消し、読売ジャイアンツから、ベテランの中島春安と、平山菊治、帯ロビンスから藤井サムと、 林直明を譲り受け、宇高勲さのスカウト活動により、東急フライヤーズから大沢清よや、長持ち吉、片山博ろらを、半球ブレーブスからは、宮崎つよし西いまにしレンタローラを補強してスタートした。ものの、投手力の弱さはいかん。ともしがたく、リーグ参戦1年目は5位に終わり、1951年は6位、1952年は4位と、伸び悩んだ。 1951年、不採算から経営悪化した広島カープを九州合併することも検討されたが、広島球団関係者や地元市民らの必死の存続運動もあって、広島との合併の話は立ち消えになった。1952年、9月7日の対象地区、ロビンス戦は、当時のセリーグ最長イニング記録である延長20回を戦い抜いたが、チームは、 さよなら負けを喫した。同年度から保護地域制度が正式導入となり、山口県を保護地域と定めるも、下関での主催は18試合に止まった。その他、主に試合は、徳山市営毛利球場3試合、豊富施設野球場2試合、文字市営追い松球場2試合、小倉、ブラ園、球場3試合、平和団野球場5試合、 長崎市営大橋球場3試合のほか、佐賀市営、熊本市、水前寺屋球場、大分県営でも開催し、山口県を含む九州で39試合主催試合を行い、下関時代は、下関を中心とする北部九州の球団という意味合いも強かった。その他は、浜田市設、旧松江市営、岡山県営球場、甲子園球場、 川崎球場、熊谷市営、越後高田、長岡、新潟白山、宇都宮総合、宮城球場、森岡市営、弘崎市営球場、函館オーシャンスタジアムで開催された。1953年1月10日、シーズン勝率3割未満の球団に対して、処罰を行う、という前年の取り決めの該当球団となった松竹、ロビンスと対等合併に合意。 セリーグは6球団体制となる。太陽小区ロビンスに解消し、翌1954年には、通称名の陽末が入る陽末ロビンスに解消した。1953年シーズンは、球団の合併、統合が決まりながらも、運営会社の完全合併が間に合わず、フランチャイズも太陽球団の下関市と、小区球団の京都市で並立。 球団運営も2社で1つの球団を運営すると、いう変則的な形となり、選手の給与もそれぞれの全所属球団から支給された。主催試合は、工業面の利点から大阪スタジアムで行われた。1年目のシーズン終了後に、球団運営会社が、新設合併で正式統合され、球団事務所も大阪スタジアム内に置かれた。 大阪時代の球団成績は1953年は5位。翌1954年は32勝96敗2分で最下位となり、優勝した中日ドラゴンズとは55ゲーム離され、5位の国鉄スワローズに23ゲームの大差をつけられる大惨敗であった。12月11日限りで、小竹は球団経営から撤退し、中部健吉がオーナーとなる。 球団名を太陽ホエールズに戻し、保護地域を神奈川県へ移転した。球団事務所は川崎市中原区に設置される。川崎市の川崎球場を本拠とする新生ホエールズとして再スタートしたが、成績は31勝99敗の再開。首位、巨人とのゲーム差は NPB 史上最大記録となる一点五ゲーム差まで開き、 5位、国鉄にも27ゲームの大差をつけられて、シーズンを終えた。明治大学から秋山登、同野津市、岩岡康弘、黒木広市へ、沖山光俊の5名が入団。同一校の選手が同一球団へ、同時に5人も入団するのは、極めて珍しく、彼らは、明大後人衆と呼ばれて、注目を集めた。エース、秋山登が、 毎年の国史に耐え抜き、巨人から移籍した、青田昇が3度の本類打王を獲得。ロビンス時代の1954年から6年連続、再開。この年に1955年から、同チームから、リーグ最多敗戦投手の NPB 記録となった、1955年、ゴンドーマッサトシ、1956年から1959年。 秋山昇で、秋山は、新人から4年連続リーグ最多敗戦投手で、こちらも NPB 記録。前年まで、西鉄ライオンズの監督だった、三原治夫昌平。三原は、新人の近藤明人と、シーズン中に近鉄バッファローから獲得した、鈴木武志でに勇敢を固め、秋山や島田玄太郎を中心とした、 投手力を全面に押し出して、水原茂監督率いる巨人と優勝争いを演じ、前年最下位からのリーグ優勝を果たす。日本シリーズでも毎日ダイエオリオンズ相手に、すべて1点差勝利で4連勝。日本一に輝いた。1962年1964年も、阪神と激しく優勝を争うも、あと一歩及ばず、1963年は、 最下位、広島と1ゲーム差の5位。1965年以降チームの勝率は1969年から1971年の3年間を除いて、本拠地移転まで5割を超えなかった。三原は1967年に監督を退任。1965年から1973年に、かけての巨人の9連覇中、対応は、 強力打線で巨人の投手陣を粉砕するものの、貧弱な投手陣が同様に打ち込まれ、大味の打撃合戦に発展することが多かった。当時の巨人に、打ち合いで勝てるチームの筆頭は、対応で、それも、両翼89メートル、中堅118メートルという本拠地、川崎球場の狭さも少なからず関係していた。開幕から6月頃までは混戦のセリーグで、 広島と共に、首位争いの主導権を握っていた。ところが7月頃から徐々に低迷、結果的に巨人の V9 を許し、優勝争いに最後まで加われなかったヤクルトにも、抜かれて、前年と同じく5位に終わった。青田昇が、成績不振の責任を取って、監督辞任。チームは3年連続5位。松原誠が初めて打率3割を、マーク。 最多安打を獲得。4年連続5位に終わる。15年ぶり再開。川崎から横浜への移転計画を拡作していた太陽球団は、横浜での新球場建設の資金を捻出するため、明日方和夫横浜市長の圧戦で、国土計画の出資を受け入れる。これにより、太陽球団の株式保有率は、太陽漁業55%、 国土計画45%となる。2年連続再開。オーナーだった中部健吉が1月に死去。親会社の太陽漁業は、長男の中部東次郎が、太陽球団オーナーは三男の中部新次郎が、それぞれ継承した。松原や米田圭三郎といった、守備の名手に加え、クリート・ボイヤー、ジョンシピン、フェリックス・スミアン・ラコー守備を誇る。 外国人選手の活躍もあり、1970年代の太陽内野人は剣士を誇った。1980年代に入っても、山下大輔、元、三尾、高木豊に受け継がれた。横浜太陽、ホエールズ時代ベッドを監督時代国土計画の主導で横浜市中区に建設した横浜スタジアムに移転、都市名を入れた横浜太陽ホエールズに改称。 横浜の小学生が入りやすいファンクラブの設置など営業体制の改革を伴った改変によりファンが増加した。この年、国土計画が福岡野球株式会社を買収したため野球協約に抵職することとなり同社が持つ対応球団の株式は日本放送と東京放送へに一の割合で売却された。これより先2002年始めまで 球団株式保有率は、太陽漁業55%、日本放送30%、TBS15% となった。序盤は、巨人と、6月からはヤクルトも交えた三つどもへの、主位争いを展開する。移転初年度の年は4位に終わるが、7年ぶりに勝ち越し、観客動員は143万7千人となり、球団史上初めて100万人を突破している。 8年ぶり A クラスの2位に躍進。この年をもって別当は、監督を退任。翌年、太陽球団の常務取締役、球団代表に就任した。土井監督時代、土井敦志が、監督就任。初年度は4位。この年のドラフト会議では、地元東海大学の原辰則を1位指名したが、交渉権を獲得できなかった。キャンプでは、野球用具が、 盗難に遭ってしまう。開幕の広島戦が雨で2試合とも流れたため、開幕はホームでの巨人戦となったが、その巨人に8連敗。5月下旬に最下位に低迷し、6月に山下大介が月間 MVP を受賞して、成績を勝ち越し、復調するかに見えたが、7月以降は連敗を繰り返して、再開脱出に至らず、 土井はシーズン中の9月24日をもって休養。優勝した巨人から31.5ゲーム差、5位、中日にも15.5ゲーム差も離された、最下位に終わる。関根監督時代、長島茂雄監督に招聘する布石として長島と、信仰のある、関根純造を監督に迎えたが、長島の招聘には失敗した。また、ジュニアと呼ばれた。 関根広史入団について、日産野球部との交渉が破断した。この年は5位に終わる。オフに、長島は一時は、就任に、前向きな態度を見せるも、最終的には、もう少し野球を勉強してからと孤児。関根は、長島の就任が決まれば優待することを決めていたが、長島の就任自体により続投。4月は再開で折り返すが、 その後、次第に浮上していき、3位と4年ぶりの A クラスになる。最下位に転落。この年限りで、平松正治が引退。同年限りで、関根は辞任。近藤貞夫監督時代、近藤貞夫が監督に就任。高木豊、加藤裕和、屋敷要のスーパーカートリオを売り出し注目された。しかし、遠藤和彦。 斉藤明夫頼みの投手陣は改善されず、チーム成績は振るわず4位。年明けに、レオンリーを解雇、カルロス・ポンセとダグローマンを獲得。投手陣は、ストライクゾーンの改正もあり、開幕戦から半身に3連勝するなど勢いがあったものの、加藤、田代富ら主力が離脱すると、選手層の薄さを露呈し、4位に終わり、近藤は2年で監督を退任。 屋敷はこの年から3年連続盗塁王。小羽監督時代広島を4度の優勝に導いた小羽武氏を監督に迎え、広島時代のコーチやスカウトで首脳陣を固めた。他球団からもベテランの A 社補、片平新桜を獲得して積極的に起用した。また、韓国球界から復帰した三浦敏夫は11勝でカムバック賞。 遠藤は10月の巨人戦で、走塁中に、アキレス腱断裂の負傷。打撃陣は開幕直前にメジャーで実績のある、レスカーノを、前年活躍のローマンを解雇してまで獲得したが、すぐに引退してしまう。外野転校のポンセは4番に定着して35、本塁打、高橋正宏は、遊撃手のレギュラーとなる。5位に終わる。将来的に、 長島茂雄の監督昌平を見据え、ドラフト会議で、長島和茂を1位指名するが、競合の末、ヤクルトが、指名権を獲得したため、長島昌平の話はなくなった。出場機会が減っていた、山下大輔が開幕直前に引退。新加入のジムパチョレックは、高木と共に3割を打って、ポンセも本塁打王、打点王の2冠投手では、 中山博明が抑えに定着し、保守は市川和正が抜擢された。4位となる。開幕から振るわず、屋敷は不調でスタメン落ちすると、山崎健一が対頭して、規定打席に届かずも3割を打って、シーズン終盤には4番まで任された。パチョレックは、333の好成績を収めるが、ポンセは、前年から成績を落とす。 投手陣はベテランに衰えが見え始めて軸ができず、1989年にシーズン5年ぶりの再開の責任を取り監督を辞任した。小場は5年契約ながら3年目で辞めたことについて、成績不振と開幕から低迷したことで、スポーツ紙等で身体問題に関する記事が出て、球団からの辞任勧告につながったのだろうと述べている。しかしこの間、 1998年の優勝時の主力選手を多数獲得するなど、スカウティングの面では成功したと言えるが、小場の公認監督には OB では、元監督の同意厚し、山下大輔外部将兵では、高田茂の名が上がっていたが対応で2年間に、軍監督の経験のある須藤豊が監督に就任し、投手コーチには、小谷正勝が3年ぶりに復活した。 須藤、江尻監督時代序盤は、巨人との熾烈な主囲争いを見せ、その後失速し、最後は、広島にも抜かれて3位に終わるも、9年ぶりに、中日に勝ち越して7年ぶりの A クラスを果たす。巨人の2軍監督で実績を残した、須藤監督は若手を積極起用した。またパワーのある上位マイヤーを獲得し、ポンセは主にファームで、終わりたい番。パチョレックは、 高木と、首位打者を争って3年目にして、念願の獲得。中山は先発転校し、遠藤は抑えに回ると21セーブで、カムバック賞。加藤が引退した。阪神を除く後、球団の首位争いの中、4月は首位に、立つも、その後失速し、5位転落。野村裕樹は15勝を挙げる。 パチョレックは4年連続の3割を打つも本意のだの少なさから解雇され、阪神へ入団。同年オフの12月25日には、前年から2年連続で開幕投手を務めていた主力投手、中山博明が横浜市内で女児への連続強制わ説事件を起こしたとして、神奈川県警察に強制わ説公然わ説容疑で逮捕され、 年明け後の1992年1月7日に、球団を解雇された。また、この事件に伴い、川島広森セリーグ会長は、NPB 全12球団に対し、中山の構成が確認されるまで無期限に、選手契約を自粛することを要望すると声明を出したが、この声明は2年後に撤回され、中山は中日ドラゴンズで、球界復帰を果たした。 前述の事件で中山を欠いた状態で開幕を迎えたチームは低迷し、5月に須藤監督が休養辞任し、ヘッドコーチの上尻良が監督代行。後に監督昇格し、閉幕まで再敗を振る。本人の希望で野手転向した石井拓郎がレギュラーを取る。森田美幸人、佐々木和弘のダブルストッパーが確立され、チームも復調し、 混戦だったリーグ戦で7年ぶりに広島に勝ち越し優勝したヤクルトにも勝ち越す検討を見せたが5位に終わりえじりの来シーズンの契約更新はなかった新入団のラリーシーツは打点王を獲得したが退団遠藤は引退一方この年での日本シリーズではヤクルトが西部に敗れて初めて日本シリーズを敗退したため2005年に誕生し 2013年で日本シリーズに初出場した東北楽天ゴールデンイーグルスが初めて日本一になるまで唯一日本シリーズを敗退していない球団となった。翌年4月1日、親会社の対応漁業がコーポレートアイデンティティ実施によりマルハに解消することに伴い、ホエールズも地域に密着した市民球団を目指し、球団名を横浜ベイスターズに解消した。 会社名も従来の株式会社対応球団から株式会社横浜ベイスターズに変更。球団名から企業名対応を外し都市名の横浜のみを関するという方針は CI 導入決定時に決まっていたが解消後の球団名は社内外では当初愛称をそのまま使った横浜ホエールズになるという憶測があった。しかし、 中部圭次郎オーナーは、かつて、太陽漁業の主力事業だった。商業捕鯨の規制が強まっていることを指摘し、うちの会社はもうこれ、以上、クジラばかりに頼るわけにはいかなくなった。だから、相性も変更しなければならないと、社内に新相性を検討する、要指示。その結果、相性は、横浜米ブリッジから取った、ベースターズとなった。また、 ベイスターズの選手がマルハの CM には一切出演しないことが確約された。横浜ベイスターズ時代、近藤監督時代チームハイ抜きの近藤昭人が監督に就任。球団面変更に伴い、ユニフォーム、球団機、ペットマークマスコットキャラクターを一新。ベイスターズ初年度は5位に終わるが、巨人には8年ぶりに勝ち越した。 新加入のグレンブラッグスは29試合連続安打の外国人選手記録を塗り替えるも、後半は故障。ロバート・ローズは打点王を獲得。また、石井は盗塁王。当主では野村が17勝を挙げた。この年限りで斉藤昭夫が引退。この年のオフから始まったフリーエージェント制度により、シーズン終了後に巨人の駒田徳博を獲得。 長年チームを支えた、高木彩敷、山崎、市川ら主力選手が大量解雇された。獲得した、小間田のほか佐伯隆弘や春と塩などを起用して、チームの若返りを図るが、混戦のシーズンの中、結果的に5年ぶりの再開に終わるが、優勝した巨人に唯一勝ち越した。結果的に4位に終わるも5年ぶりに、 中日に勝ち越して12年ぶりのシーズン勝率5割だよ、果たす。後に、首位打者となる、鈴木貴則が3番レフトに定着するなど若手が、対等した。しかし、フロントからの近藤に対する監督としての評価は、あまりかんばしくなく、この年限りで、人気満了により退任となった。第一次、大谷監督時代バッテリーコーチの大谷昭彦が、監督に就任。 4月を首位で折り返し、セリーグの台風の目と評されながらも、5月から失速し、全球団に負け越して5位に終わった。権藤博士を一軍バッテリーチーフコーチに迎える。シーズン序盤は回に低迷していたが、選手の実績より好調を優先した起用を、し始めるとチームは浮上し、シーズン後半に、首位のヤクルトを脅かす吸追を見せた。しかし、 9月2日、首位ヤクルトとの直接対決で、石井和久の前に、ノーヒットノーランで敗れると勢いも止まり、2位に終わったが、7年ぶりの A クラス入りを果たした。広島に5年ぶりに勝ち越したが、この年、B クラスだった巨人と阪神に負け越した。オフに、大谷は2年契約を終えて、監督を辞任。権藤監督時代権藤が監督に昇格。 抑えの佐々木和弘を不動の中心とする投手陣と一度打ち始めると止まらないマシンガン打線が噛み合い、阪神に5年ぶりに勝ち越して10月8日の大阪神戦に勝利し38年ぶりのリーグ優勝を果たした。日本シリーズでは西武ライオンズと対戦した。下馬票は西武有利と予想されたが、4勝2敗で日本一となる。ベストナインに六選手。 ゴールデングラブ賞に5人が選出される。また、前年怪我のため、一軍当番がなかった、斉藤隆が復活を果たし、カムバック賞を獲得。なお、2021年10月27日に、オリックス・バファローズが25年ぶりのリーグ優勝を、果たしたことで、現存12球団で最もリーグ優勝から遠ざかり、かつ20世紀に創設した。 同11球団と2004年に消滅した近鉄を含む12球団の中で21世紀になってから一度もリーグ優勝をしていない最後の球団になった。オフにドラフトでこの年の目玉選手、地元横浜高校の松坂大輔を1位指名したが獲得できなかった。ロバート・ローズが当時右打者シーズン最高の打率。 369,153打点を記録しに加王に輝く活躍を見せるなどこの年もマシンガン打線が絶好調でチームはシーズン23打率294と当時のチーム打率の日本記録を更新するしかし投手陣は河村武雄が17勝を挙げる活躍するものの三浦大輔の不調や野村博樹 佐々木和弘の故障などで等数が揃わず3位に終わる。オフに佐々木が大リーグシアトルマリナーズに移籍。この年よりファーム組織を湘南シレックスと解消し独立採算を目指した活動を開始する。ロッテから小宮山悟が入団。金城達彦が新人王と首位打者の2巻に輝くものの。 東田ともに不調や故障者等で優勝争いには届かず、2年連続3位。オフに、権藤が監督を優退。主力打者のローズ、駒田も退団した。森監督時代西部を8度のリーグ優勝に導いた、森正明が監督に就任。この年のみ、順位決定方式が異なり、5年連続の A クラスとなった。オフに、正捕手の谷重元信が、 森との確執もあり、FA 権を行使して中日に移籍。チーム最多小投手の小宮山もメジャーリーグに挑戦するために退団した。翌年1月26日に筆頭株主が丸派から日本放送に変更される予定だったが、日本放送の当時の関連会社だった、フジテレビジョンがヤクルト球団株を20%強保有していたため、 一転して TBS への移行が、プロ野球オーナー会議で承認された。球団オーナーは、当時の東京放送社長、砂原幸男となった。これに際し、1978年から、日本放送が、独占中継権を抑えていたために創出していた、TBS ラジオの中継権が復活。横浜スタジアムからのナイター中継のほか、巨人戦以外の週末のデイゲームを、 ザ・ベースボール・ベースターズと題して放送を開始した。翌年を境にフジテレビ系列での横浜スタジアムの野球中継は年々減少していった。開幕から記録的な低迷を続け9月25日に森がシーズン終了を待たずして休養を余儀なくされた。このシーズンでの最終勝率は363だった。投資コーチには 森重和、内野守備総類コーチには、辻初彦と森の西部時代の教え子が就任したが、チーム防御率は3.75から4.09で、チーム防御率はセリーグ中で5位だった。チーム失策も68から81に悪化した。チーム打率、得点、安打、本塁打は、リーグ再開に終わり、投手、打撃、守備すべてにおいて低迷した。 森は3年契約の2年目だったが、この年限りで事実上の解任となる。2つあった応援団が統合し、全国制破壊が発足。山下監督時代チームハイ抜きの山下大輔が監督に就任。現役メジャーリーガーのスティーブ・コックスを遺跡金2 0 0万ドル、年俸275万ドルの3年契約で、 大英から若田部健一を FA で獲得するなど、大型補強を試みるが、コックスらは怪我などで戦力にならず、若手重視、攻撃重視の采配もことごとく空回りする。新外国人のタイロムズズや、新人の村田修一、若手の田村人志らや主人の活躍はあったものの、勝率も前年を下回る。324を記録。5位。 広島からも22.5ゲーム以上離され、優勝した阪神には開幕戦で、白星後は16連敗を喫するなど、大きく苦しみ6勝22敗と大きく負け越した。45勝94敗1分という惨憺たる成績で、シーズン90敗到達は、日本プロ野球では1970年の、ヤクルト以来実に33年ぶりだった。佐々木和弘が、 年俸6億5000万円の2年契約を結び5年ぶりにマリナーズからチームに復帰。打撃陣が好調で4月終了時点で首位に立つが、その後投手陣の不振により、徐々に失速し、シーズン終了目前まで広島との5位争いを続けるが、最終戦に敗れて、広島と勝率0.001差という僅差で45年ぶりの3年、連続再開が確定した。 一方で前年大きく負け越した阪神には15勝13敗で勝ち越し、3位の巨人には9月下旬の横浜スタジアムの3連戦で3連勝して14勝14敗のタイとなるなど一定の成績は残した。山下はこの年、監督を退任した。オフに、一場康博への金銭授受,受の問題の責任を取って、オーナーの砂原幸男が辞任し、 TBS 副社長の若林隆義が新オーナーに就任。牛島監督時代、牛島和彦が監督に就任。主砲のウッズが中日に移籍するも、不調だった三浦をはじめ、投手陣が復活し、4年ぶりの A クラスとなる3位に浮上した。また、巨人には東京ドームで同一カード3連勝を記録するなど、一度も負け越しがなく、 16勝6敗と大きく勝ち越した。エグゼクティブアドバイザーとして、牛島の友人である、石橋孝明を抜擢、監督、選手と、ファンとのパイプ役を担わせるなど、新しいファンサービスを試みた。佐々木が現役を引退した。投手陣や主力や主人の相次ぐ不調、故障などで4、5月に低迷。6月以降は、 村田の4番打者定着や吉村祐希ら若手野手の対等があったものの、再会に終わる。球団側は続投を希望したものの、牛島は再会の責任を取り、シーズン途中の9月3日にこの年限りの監督退任を発表。4月3日、スポーツ活動を通じて地域貢献を目指す NPO 法人横浜ベイスターズスポーツコミュニティを、 理事長を球団 OB の平松正次として設立した。7月1日、子会社の株式会社ベースターズソフトを吸収合併する。12月1日、資本金を6億5000万円から1億円へ減資する。チーム運営統括というゼネラルマネージャー的ポジションの幹部として、日産自動車公式野球部で監督を務めた村上忠則が就任。 この年チーム唯一の二桁勝利の門倉健が年俸査定に不満を持ち巨人に FA 一席第二次大谷監督時代大谷昭彦が10年ぶりに監督に復帰ソフトバンクから田村一とのトレードで寺原隼人巨人から小田島正久に金銭のトレードで西俊久を獲得また FA 一席した門倉の人的保障として 工藤清康が入団。一席組やベテラン勢の活躍で、前半戦は一時首位に立つなど、上位を猛追し、3位で折り返す。最終戦で敗れ、シーズン勝ち越しを逃して4位に終わるが、1999年、以来8年ぶりに70勝に到達し、村田修一が、球団日本人選手としては、桑田武史以来48年ぶりの本塁打王と、 球団初の2年連続100打点を達成し、三浦大介も35イニング連続無失点、寺原隼人も2試合連続完封を記録するなど、主力選手の活躍が目立ち、翌年へ希望を持たせた。1月15日、産業能立大学と業務提携することが発表される。ファームの湘南シーレックスの取り組みを、スポーツビジネスの授業に取り入れていくことが目的である。 開幕投手最有力で阪神キラーの三浦が出遅れ、開幕カードの阪神戦を3連敗すると3.4月に、連勝なし、7月までに5連敗以上を4度記録し、4連敗を7月は2度、8月も1度記録し、9月14日から10月3日まで一つの、引き分けと7連敗2度の15試合勝ちなしと低迷を、続けた一方でスイープは8月の北京五輪と夏の、 甲子園期間中に京セラドーム大阪で行われた、阪神との3連戦の一度だけで連勝は、最も長くて3止まり。この年に飛躍し、右打者シーズン最高打率を塗り替え首位打者と、最多安打を獲得した、内川、本塁打王を獲得した、村田、30本塁打を記録した吉村といったリーグ屈指の、強力なクリーンアップを要したが、 支給を12球団ワーストの314個しか選べず、支給が少ないため、チーム打率。2655の割には、出塁率が低く、31552と12球団ワーストである。しかもせっかく出塁しても、足でプレッシャーをかけることすらできず、盗塁は37と4年連続で、リーグワーストを記録し、盗塁成功率も、 552と67回の投類基礎数と共に12、球団では群を抜くワースト。また、セリーグで2番目に喫した、広島の594失点から110点以上も、離れて706失点、12球団最小の、阪神の倍近くの168本塁打を打たれ、いずれも12球団ワースト、吉四級492は、セリーグワースト止まりだったが、 チーム防御率4.74に858、脱三振と12球団ワーストを記録。セーブも、在籍3年間で84セーブを挙げた、マーク・クルーンが巨人へ移籍したことで前年は、リーグ4位の35セーブだったのが27セーブに、減少とセリーグワースト。9回の失点も52と、セリーグワーストを記録する当初回に102失点、4回。 百失点と序盤で失点を重ねて、ごてごての展開を余儀なくされ、四死球で余計なランナーを出塁させては、本塁打を浴び、なおかつ三振が奪えず、ゲームを作るどころか勝ち投手の権利を得る5回まで、投げ切ることすらできない、投手陣が、打撃陣とともにリーグ、または12球団のワースト記録を量産し、2年ぶりの最下位に沈み、2003年以来5年ぶりの90敗を、 記録。チームの勝率は、338と内川の打率よりも低く、リーグ首位打者のシーズン打率が所属チームの勝率を、上回るという2リーグ分裂後では、プロ野球史上初となる陳時も発生する始末で、オフに一軍ヘッド剣打撃コーチの広田澄夫、一軍投手コーチの斉藤昭雄など4コーチが解任。石井拓郎、鈴木隆則らチームを、 長年支えてきたベテランが退団した。聖保守の相川良二が FA でヤクルトに移籍。ワールドベースボールクラシックでの村田の故障などによって、開幕6連敗を喫するなど序盤から低迷。5月18日に大屋の無期限休養が発表された。二軍監督の田代富代が翌日から監督代行を務めたが、チームを浮上させることはできず。 93敗を喫し,し、2年、連続再開に終わった。前年と同様、貯金は一度もなく、田代は一軍監督代行の職が解かれ、シーズン終了後に二軍監督に再任、投資コーチの杉本忠氏は一年で解任。チーム防御率、失点、打率、得点は、リーグ再開に終わった。11月11日、 公認監督としてこの年まで巨人の投手コーチを務めていた小花隆雄を迎え入れ横浜港を周遊するマリーンルージュで就任記者会見を行った。小花監督時代複数人とのトレードでロッテのエース清水直行同じく FA 宣言をしたロッテの橋本進む日本ハムを自由契約となったターメルスレッジを獲得するなど大規模な補強を行った。 当初の構想では前年途中から抑えを務めた山口春を先発に転向させ、新外国人投手のクリス・ブーチェックを抑えに起用する予定だったが、ブーチェックがオープン戦で成績を残せなかったことから、開幕直前に山口が抑えに再び戻った。また、三浦大介が開幕前のオープン戦で大乱調だったことから、急遽二軍落ちとなった。 3月31日の巨人戦の勝利で順位を3位体とし、同時に広島が単独再開となったが、この横浜の再開からの脱出は2008年4月5日以来284試合目であり、これまでの記録を大幅に更新してのストップとなった。しかし、開幕当初の構想から外れた戦いを強いられたため、交流戦以降は低迷し、再開に転落した。 一度も浮上することなく、9月7日の対巨人戦に、敗れ、5年連続 B クラス、9月25日の対、中日戦に敗れ、3年連続再開が確定した。9月28日の対ヤクルト戦に敗れて、プロ野球史上初の3年連続90敗、10月6日の、 大半新戦に敗れて130試合制だった1955年以来55年ぶりのシーズン95敗を期した。前述の構想から外れた戦いを強いられたことや、エース三浦がシーズンでも成績を残すことができなかったことが要因である。8月には2010年シーズン終了をもって2軍の湘南シーレックスの名称を1軍と同じ。 横浜ベイスターズに戻すことがプロ野球実行委員会で承認された。一軍ヘッドコーチの島田誠が不審の責任を取って一年で辞任。オフに内川誠一が FA でソフトバンクに移籍。日本ハムから FA 宣言した森本木明を獲得。9月30日 TBS ホールディングスが保有している横浜ベイスターズの株式を 中生活グループとの間で売却交渉を進めている旨がメディアで報じられ、10月5日になって中生活グループ幹部が t b s ホールディングスとの交渉の事実を認めた。球団も10月4日に若林オーナーが交渉に監視、大筋で合意しており、10月中に正式決定とコメントしていたが、実際の交渉は難航。結局、10月下旬、 t b s ホールディングスは、銃生活グループとの交渉を打ち切り、27日に t b s ホールディングスが2011年度も、球団を保有することを発表するに至った。交渉決裂の理由としては、t b s ホールディングス及び銃生活グループ、それぞれが、条件面での不一致としているものの、28日に、梶高タ球団社長は、 周期練習中の選手らへの事情説明に際して一番大きな問題はフランチャイズ。横浜から出て新潟、草薙、京都と違うところでやりたいと主張し続けていたと明らかにし、牛尾田洋一郎重生活グループ会長もそれを含めて色々あった。すべてをゼロからやりたかったがゼロからできなかった。と理由を述べた。3月11日。 横浜スタジアムでヤクルトとのオープン戦を行っていた最中に東日本大震災が発生。球場全体が揺れて試合は打ち切りとなり選手や観客がグラウンドに避難している。当初は3月25日に公式戦の開幕が予定されていたが震災の影響により4月12日に延期された。4年ぶりに 本拠地での開幕となった中日との3連戦で2000年以来11年ぶりとなる開幕カード勝ち越しを決めたが5月以降は低迷状態に陥り交流戦ではロードで1勝しかできず7勝13敗の11位に終わり7月は一度も連勝できないままオールスターまでの前半戦を25勝44敗6分借金19で折り返す 後半戦も浮上することなく、9月27日の対巨人戦に敗れ、6年連続 B クラス、10月9日の対阪神戦に敗れ、4年連続再開が確定した。最終的に47勝86敗11分で、首位から27.5、5位広島と11.5ゲーム差がついた。チーム防御率は6年ぶりに3点台だったが、2年連続で、 再開、勝率も1957年から1961年の近鉄以来50年ぶりの4年連続で3割台と低迷した。オフに村田周一が FA で巨人に移籍。10月19日、TBS ホールディングスが保有している。 横浜ベースターズ株の大半を DNA 上とすることで大筋合意がなされたことが報道され10月22日のシーズン最終戦終了後に監督のオバナと一軍コーチ陣の休養が発表された11月4日 TBS ホールディングスが所有する株式の一部及び BSTBS の保有する23万株を12月2日付で DNA 上とすることで、両者の間で正式合意。11月22日、監督の尾花を、はじめ6人のコーチの会議員が正式に発表された。TBS、TBS ホールディングス時代は10年間で8回の再会という戦績を残して、幕を下ろした。このため、プロ野球市場で、一定期間以上参入した親会社としては他に、 類例のない惨憺たるものである。しかも5年連続 A クラスという校長から一転しての暗黒時代であり、親会社としての経営能力に強い疑問符が付けられた。12月1日、日本プロ野球オーナー会議並びに実行委員会にて DNA による横浜ベースターズ買収とオーナー会社変更が承認された。2日。 球団株式が譲渡され、称号変更により、横浜 DNA ベイスターズとして新たにスタートを切った。球団 GM には、巨人 OB の高田茂が就任したが、一方で、監督人事は難航。当初は、新庄剛や工藤君康らの名が、候補に上がり、最終的に、横浜 OB でもある、工藤君康が候補とされたが、 一軍ヘッドコーチ、一軍投手コーチ、二軍監督等の人事をめぐって駆動と球団が対立し、12月5日に高田 GM が破断になったことを会見で述べ、6日に当初からの候補であった中畑清の名前が上がり、9日に監督就任会見が行われ、合わせて新球団ロゴマークも発表された。横浜 DNA ベイスターズ時代。 中畑監督時代本拠地の横浜スタジアムでの応援の様子回収された横浜スタジアム親会社変更に伴いユニフォーム、球団機、ペットマークマスコットキャラクターを一新。1月29日、クイーンズスクエア横浜、クイーンズサークルにおいて新ユニフォーム発表セレモニーを行う。3月18日にはこれまでの球団マスコット、 ホッシーホッシーなホッシーゾの卒業と、新マスコット DB スターマンの就任を発表。3月30日、横浜 DNA ベイスターズとしてのウィンとなった阪神との開幕戦は5対5で、引き分けとし、4月1日の開幕第3戦に6対2で勝利して、球団名称変更後初白星を挙げるが、続く4月4日から10日、22日から5月1日に、 かけて二度にわたり6連敗するなどした。交流戦は9勝14敗の10位に終わった。一方、6月24日に、楽天から藤田和也とのトレードで、内村健介を獲得したことで、内村は育成ドラフト選手として、初の単独のトレード選手となった。また、7月7日の対中日戦に敗れ、借金20となり、自力優勝が消滅した。 前半戦最後の三連戦の対ヤクルト戦で、今季初めて同一カード三連勝をしたものの、前半戦を再開で終える。9月15日の対ヤクルト戦に敗れ、7年連続 B クラス29日の対巨人戦に勝利して、今季初の5連勝を記録するも、30日の対中日戦に敗れ、5年連続再開が決定し、10月7日の対巨人戦で、 サヨナラ負けを起死したことで、対巨人戦のロードでは一勝もできずに終わり、東京ドームにおいては、セリーグ初の記録となった。最終的には、首位巨人とは40ゲーム、5位の阪神にも9.5ゲーム差をつけられ、セリーグ5球団にすべて負け越した。オフにソフトバンクから吉村勇希ら3選手との3対3トレードで、上内康志ら3選手。 中日を自由契約となった、トニ・ブランコ、エンジェル・ベルト・ソとホルヘ・ソーサを獲得。交流戦は7勝17敗で最下位に終わり、9月24日の大半新戦に1対6で敗れ、クライマックスシリーズ進出の可能性が消滅し、8年連続 B クラスが確定したが、10月1日にヤクルトが巨人に敗れたことで、6年ぶりの最下位脱出が決定し、 最終成績は5位に終わった一方で、ヤクルト、阪神、中日のセリーグ3球団に勝ち越したのは実に12年ぶりのことであった。オフに、阪神から久保安友が FA で入団。シーズン途中に、キューバから大砲のユリグリエルを獲得。4月に7勝18敗、勝率、280と開幕ダッシュに失敗してしまったものの、5月に、 おさめ正一、6月に山口春、8月に三浦大介と球団史上初めて1シーズン3度の月間 MVP を獲得し、5月から8月にかけて勝率を5割以上キープし、9月までにクライマックスシリーズ進出の可能性を残していたが、勝負の9月に失速し、9月27日に A クラス入りの可能性がなくなり、10月6日の対、 ヤクルト戦に敗れ、2年連続5位が決定した。オフに、金城達彦が、巨人に、FA 一席。巨人から、ホセロペス。キューバから、グリエルの弟のルルデス・グリエル・ジュニアを獲得。また、ドラフトでは後に、小さな大魔人と呼ばれるようになる、山崎康明を1位指名した。1月16日に、球団オーナーが、春田誠から、親会社。 DNA の創業者でもある、ナンバ子に交代したことを発表、NPB 初の女性球団オーナーが誕生した。また、ユニフォームも、濃紺から青色に変わった。4月9日、大阪神戦で勝利し、前日まで同率首位だった中日が敗れたため、12試合消化時点で、単独首位となる。10試合以上消化後の単独首位は、 横浜ベースターズ時代の2007年5月3日以来、約8年、2898日ぶり、DNA が、親会社となってからは、初の単独首位につくなど、序盤は、好調な滑り出しを見せた。しかし、交流戦では、全6カードをすべて負け越し、球団では2008年以来の10連敗を喫するなど、3勝14敗1分で12、球団中再開。 勝率176は交流戦歴代ワースト記録。交流戦後の広島3連戦でも連敗は止まらず、連敗を12に伸ばしてしまう。しかし、6月23日の巨人戦で2から7で勝利し、連敗を12で止めた。7月に元メジャーリーガーのデュアンビローを獲得。交流戦後の混戦の中6月7月と、阪神や、 巨人の後陣を敗することが多かったが、前半戦最後のカードである、対巨人3連戦で3連勝し、巨人から首位を奪還。前回優勝の1998年以来となる、前半戦首位ターンとなった。しかし、後半戦に入ると徐々に順位を下げ、8月下旬には、とうとう最下位に転落。帰省直後に最下位を脱出するも、終盤は、 中日との再会争いとなり、9月3日の中日戦に敗れ、自力でのクライマックスシリーズ進出の可能性が消滅。10月3日、シーズン最終戦で敗れ、3年ぶりの再会が決定した。前半戦を首位で折り返しながら、シーズンを再会で終えるのは、プロ野球史上初の記録となった。本類打数こそ、 リーグ最多の112だったものの、リーグワーストのチーム防御率3.80、総失点598を記録し、黒羽力高木俊人、ミネ博ヒロシ・を起用するなど、固定できなかった。保守陣は11個のパスボールと1990年の、ロッテオリオンズの日本プロ野球隊に並ぶ68個の、ワイルドピッチを記録した。また、神宮球場では、 三浦大介が登板した2試合の2勝しかできなかった。観客動員数は好調で、球団側は監督契約延長を申し出たが、中畑は低迷の責任を取る形で退任。これにより、4年間に及ぶ中畑政権は幕を閉じた。公認監督には、球団史上初の外国人監督となる、アレックス・ラミレスが就任することが発表された。10月21日。 ラミレスの新監督就任が正式に発表された。合わせて2年契約で背番号80に決まったことも発表を。オフに新外国人としてジェイミー・ロマック、ザック、ペトリックを獲得。また、ドラフトでは即戦力として期待された左投手の今永翔太を1位指名。課題であった保守にも NTT 西日本の戸柱春高を迎えた。 ラミレス監督時代前年11月に開始されていた本拠地である横浜スタジアムの運営会社株式会社横浜スタジアムの有効的 TOB が一段落し1月20日付で横浜スタジアム運営会社の株式を議決権所有割合の過半数に該当する普通株を総額74億2500万円で取得した このため、運営会社は28日付で、横浜 DNA ベイスターズの子会社に名義を変更。キャンプ中から、開幕前にかけて故障者が続発。山崎のりはるが、左膝じ帯断裂で今季絶望となったほか、梶谷隆行石川祐洋、山口俊が故障により、開幕に間に合わず、開幕直後に、藤岡義明とマイクザガースキーを相次いで、 獲得したが、4月は投打にわたり、戦力不足で9勝18敗と大きく負け越した。5月に入ると梶谷など怪我で離脱していた、主力選手も戻り、石田県大、今永翔太が揃って、月間4戦全勝と活躍するなど、5月3日、時点で11あった負け越しを5月28日には、完済した。 交流戦は負け越したものの、エリア・エレラが加入し、7月11日に、三浦大介が、世界記録となる、プロ野球投手としての24年連続アンダーを、達成するなど、勢いを取り戻し、17年ぶりとなる2年連続の、前半戦 A クラスターンを決め、7月19日から22日に、かけて、筒子義友が、月間16本塁打の歴代日本人最多記録。 月間6度の複数本塁打と参戦、連続複数本塁打という2つのプロ野球記録を樹立するなど大爆発した。後半戦は8月25日に4位半身に0.5差まで詰められるも最後まで A クラスを守り抜き、9月19日、広島東洋カープ25回戦にて勝利11年ぶりの A クラスが確定し、 チーム初のクライマックスシリーズ進出を決めた。最終結果は69勝71敗3分。CS 進出を決めた翌日に、三浦大介が現役を引退し、9月29日の対東京ヤクルトスワローズ25回戦が引退試合として行われた。三浦の引退により、横浜太を ホエールズ時代に在籍した選手と1998年のリーグ優勝、日本一を経験した選手が全員引退した。CS では公式戦2位の巨人と対戦し、2勝1敗でファイナルステージ進出を決めて公式戦1位の広島東洋カープと対戦。第3戦で借金チームとして、初のファイナルステージでの勝利を挙げたものの、1勝4敗で敗退した。 DNA が CS に進出し、ファイナルステージまで進んだことにより、CS 制度導入後10年目にして、全球団が CS に出場するとともに、セリーグ全球団が CS ファイナルステージに出場した。オフに新外国人として、アウディシリアコ、ジョー・イーランド、スペンサー・パットン、フィル・クライン、ヤクルトを自由契約となった、田中博康を獲得。また、 ドラフトでは1位で、浜口春花大の単独指名に成功。9位に、佐野啓太を指名し、これが大場区とと繋がってゆく。山口俊が、巨人に、FA 移籍。1月5日に巨人に、FA 移籍した、山口の人的保障として、平健太郎を獲得。5月30日の交流戦初戦で3位に浮上。一方、7月6日に、 日本ハムから黒羽力とのトレードで、エドウィン・エスコバーを獲得。8月22日から24日の対広島3連戦。22日の第一戦は9回裏に対後の劣勢から筒号、吉友、ホセロペス、宮崎敏郎の3者連続本塁打でサヨナラ勝利。本塁打3連発のサヨナラゲームは、プロ野球史上初のことであった。 翌23日も5から6で迎えた9回裏に、力のロペスのソロ本塁打で同点にし、延長戦に突入、10回裏に、梶谷隆行のサヨナラタイムリーで連勝。24日の第3戦は9回、西二塁から打者、倉本俊彦の詰まった打球が、イレギュラーバウンドを生みサヨナラ勝ち。 同一カードすべてリードされている状況からの逆転、サヨナラでスイープを達成した。3試合連続サヨナラ勝利は、ベイスターズ前身のホエールズが1960年に達成して、以来57年ぶり、同一カードとしては、史上初である。9月に入り、巨人が持ち直してきたため、巨人との間で、激しい3位争いとなり、順位が入れ替わることもあったが、 10月1日の対、広島戦で勝利し、3位が確定した。73勝65敗5分で公式戦を終え、2001年以来16年ぶりのシーズン勝ち越しを決めた。クライマックスシリーズでは、ファーストステージで2位阪神を2勝1敗で破り、ファイナルステージでは、第1戦を落とした後に4連勝し4勝2敗で1位、広島を破り、日本シリーズに進出した。 3位からの日本シリーズ進出はセリーグとしては初。また、これにより、セリーグでは2010年代で CS 制度導入後11年目にして全球団が日本シリーズに進出した。ソフトバンクとの日本シリーズでは3連敗で大手をかけられた後2連勝するが6戦目でサヨナラ負けを喫し、全身含め3度目となる日本シリーズで初めて敗退。 日本一を逃した。オフに補強の目玉として、阪神からヤマトが FA で入団。また、新外国人としてネフタリソと、元ソフトバンクのエディソン・バリオス、中日を自由契約となった、武藤優太、楽天を自由契約となった、中川博士を獲得。2011年以来、球団が DNA になってからは初めて本拠地での開幕を迎えた。 開幕投手は2年連続で、石田健大が務めたが、試合は3から7で敗れ、5試合で1勝4敗と、波に乗れずにいたが、4月6日から同様かの対広島、3連戦で今季初のカード勝ち越し、続く、対巨人3連戦を3連勝した。翌4月13日の対中日1回戦で、逆転勝利を収め。 単独首位に浮上すると4月7日から15日にかけて2001年以来17年ぶりとなる8連勝を記録した。しかし、ここから急降下し、7月に中あと夕平、オリックスから高木俊人、白崎博之との2対2トレードで、伊藤光、赤間健を相次いで獲得したが、8月までに2ヶ月連続で負け越し、最下位に沈む。 9月に13勝8敗と持ち直したが、ラミレス政権では、初の B クラスとなる4位でシーズンを終えた。後藤武俊、氏、加賀茂が現役を引退した。また、荒波賞、ウィーランドが自由契約となり、退団した。7月18日にオーストラリアンベースボールリーグの、キャンベラ・キャバルリーと、戦略的パートナーシップを締結したことを発表した。 オフに巨人を自由契約となった中井大輔、かつて所属していた小村徹を獲得。球団創設70周年を記念し、この年限定の球団プライマリーロゴが登場した。従来使用されていた星マークの上部にセブンティースの文字が入り、マークの上に巻きついていたリボンが外される。中央には横浜 DNA ベイスターズ、マークの下に巻きついたリボンには、 シンス1949下の席の文字が入る。1月にアレックス・ラミレス監督の日本国籍取得が認められた。3月14日、MLB のアリゾナダイヤモンドバックスと業務提携を締結した。4月に約4年ぶりの10連敗を喫したが、その後は復調。5月30日の中日戦に勝利したことで、再会を脱出し、オールスター前には、 首位巨人と9.5ゲーム差の2位で折り返す。一時は、首位巨人との差を0.5ゲーム差まで縮める猛追を、見せたが、直接対決で敗れたことが響き、結局一度も首位に立つことなく、優勝を逃した。9月24日の中日戦に勝利したことで、2位が、確定し、初となる CES 本拠地開催を決めた。 これにより、NPB 全球団が CS を本拠地で開催した経験を持つことになった。2位以上でシーズンを終えたのは優勝した1998年以来21年ぶり。外が43本塁打を放ち、2年連続の本塁打王と打点王を獲得。CS ファーストステージで3位の阪神と対戦。1勝2敗で球団初のファーストステージでの敗退と、 なった。10月29日に筒子義朝がポスティングシステムを利用しての米大リーグ挑戦を正式に発表した。オフにオリックスを自由契約となった高木俊人が2年ぶりに復帰。1月25日佐野啓太がキャプテンに就任することが発表された。春季キャンプでは過去に MLB でゴールドグラブ賞を11度受賞した。 守備の名手であるオマービスケルを特別コーチとして招聘し戦略的パートナーシップを締結しているアリゾナダイヤモンドバックスよりバリー・エン・ライトとブレイク・ラリーがコーチ研修目的で参加しキャンベラ・キャバルリーよりジョッシュ・ワーナーとスティーブン・チェンバースが2月6日から2月14日の期間限定で練習参加することを受け入れた新型コロナウイルス感染症によるパンデミックにより 3月に開幕予定だった公式戦は3ヶ月遅れの6月19日に開幕した。プロ野球公式戦史上初の無観客での開幕だった。開幕後はエースの今永や新加入のタイラー・オースティンなどが故障で投打の主力の離脱が相次いだほか、外やロペスの不調があるも、サノラの活躍でしばらくは A クラスに止まった。しかし、 9月の初旬に5.5ゲーム差で迎えた、首位、巨人との3連戦で3連敗したのが響き、優勝戦線から脱落。その後は、阪神、中日と A クラス争いになる。10月以降、名古屋ドームで6連敗を喫するなど負けが込み、10月11日の阪神戦に敗れ、4位に転落以降は、B クラスから抜け出せず、11月5日の中日戦に、 敗れ、2年ぶりの B クラスが確定し、11月11日に、広島が、中日に負けたため、4位でシーズンを終えた。10月25日には、球団から、ラミレスの退任が発表された。シーズン最終戦そしてラミレス政権最後の試合で、巨人を相手に、逆転さ用なら勝ちをして、優秀の美を飾った。この勝利によって、巨人戦6連勝を記録し、 リーグで12勝12敗と唯一負け越しすることなく、巨人の完全優勝を阻止した。また、佐野が、レギュラー1年目で、首位打者を獲得するなど、明るい材料もあった。11月17日に前監督のラミレスの後任に、二軍監督の三浦大輔が昇格する形で、就任することが発表された。三浦監督時代新型コロナウイルス感染症の影響で、 外国人選手が12球団で唯一全員来日できず、戦力が揃ったのは4月15日のことであった。この影響で3.4月は2引き分けを挟んで10、連敗を含む6勝21敗4分と大きく負け越した。一方、6月14日に、ロッテから国吉祐希とのトレードで、有吉祐希を獲得。 打率3割を記録した選手を4人排出したが、7連敗以上を2度記録したこともあり、また最も勝利数が多かった、大抜き新一でさえ6勝止まりと成績を大幅に、落とし、2015年以来6年ぶりの再位に終わった。11月3日に、斉藤隆鈴木孝則、小杉洋太,太、13日に、石井拓郎、19日に、 相川良次と高知契約を結んだことを発表した。オフに楽天を自由契約となった藤田和也が10年ぶりに復帰。1950年以降の順位の変遷。赤い丸は日本シリーズ優勝を示す1993年から2011年までの間、12球団では唯一の正式名称に企業名を冠しない球団であった。 1949年末の2リーグ分裂以降では、他に、広島カープ、東京オリオンズの事例が存在する。前身の太陽ホエールズと、第二次世界大戦中に存在した太陽軍は、名前が同じだけで、つながりは、全くない。以前の愛称、ホエールズは、当時の親会社、太陽漁業が捕鯨を主要業務にしていたことに、由来する。 現在の愛称、ベイスターズは、横浜ベイブリッジと、星とを組み合わせた造語である。日本人が発案した造語であるため、英語の母語話者には通じないらしく、ジャパンタイムズ等の国内発行の英字新聞では、しばしば、スターズと略して表記される。アメリカのプロスポーツチームの本拠地では、タンパベイや、グリーンベイのようにワンを意味する、ベイが入っている地名があるため、 一部のアメリカメディアでは、チーム名が、横浜ベイスターズではなく、横浜ベイスターズとして認識されることもしばしばある。対応、洋末時代は、略称を、パリーグの大エースターズや、更新の大イ,イオリオンズとの重複を避けるため、大でなく、洋都市、大イ,イが、東京オリオンズとなって、以降も1992年まで引き続き、使用していた。2012年以降は、 通称が横浜から DNA に変更される。略称については D では中日ドラゴンズのアルファベット略称と紛らわしくなるため従来通り横を使用することが承認されたが NPB の公式サイトでは横でなく D あるいはデとの表記も使用されている。また共同通信社日刊スポーツでは D と表記している。テレビ中継では 球団名を変更した2012年時点では NHK が D、地元 TBK が横、サンテレビが D、CS で全試合中継する TBS がで、阪神の公式映像のタイガーズ・アイがで、J スポーツの自社制作では DB などと混在していたが2015年現在では NHK、サンテレビ、タイガーズ・アイも での表記を使用しており、ある程度統一されつつある。1993年シーズンにベイスターズへ解消した時点で、アルファベットの略称が B で始まる球団がすでに、オリックスブルーウェーブと近鉄バッファローズの2球団存在していたため、横浜ベイスターズの YB を略称としていた。なお2012年シーズンより、横浜 DNA ベイスターズを略した。 DB へ変更された。オリックスと近鉄は2005年シーズンより合併し、オリックスバファローズとなっているため、アルファベットの略称が B で始まる球団の重複状態は、現在も続いている。球団マスコットは DB、スターマン。チームの象徴である星と、浜と、スターにちなんだハムスターがモチーフ。ずんぐりむっくりとしたユニフォーム姿のゆるキャラ。 元は1993年からマスコットとして活躍してきた前任者のホッシーファミリーに飼われていたペット2012年3月18日のオープン戦、対ソフトバンクでファンにお披露目された。また DNA の勝利のために、そしてスタジアムの治安を保つために、あらゆる敵と戦うため、球場内のスタンドや横浜公園などで、 ファンサービスやスタジアム観戦マナーの啓蒙活動を独自に行っていたヒーロー DB ライダー。球団はこれらの活動に敬意を払い、球団のシンボルマークのついた新コスチュームを送った上で球団キャラクターとして公認。2012年の本拠地最終戦である9月28日の対巨人戦でファンにお披露目された。翌2013年には 親会社の交代後5発の女性マスコット DB ・キララが登場した。2015年以降、関東圏球団以外のマスコット交流はオールスター以外ではなくなっている。2018年8月5日、チアリーディングチームのディアナ。横浜スタジアムにて過去球団のマスコットではないが DBS が親会社の頃は横浜スタジアムと交流戦のビジター球場では TBS のマスコットである、ボーボと、TBS ラジオ、エキサイトベースボールのマスコットである、駅部が登場した。また、金重隆氏が、スポナビブログで連載している漫画、ベースタンの主人公。ベースタンは、球団の、公認、非公式、キャラクターとして位置づけられ、球団から、コラボグッズも発売されている。2014年より横浜を愛する人々を対象に、 プロ野球をきっかけとした街づくりを推進していく、プロジェクトアイ横浜を掲げ、シンボルキャラクターのバートチャペが誕生した。トランペットドラム、選手別応援歌、ユニフォーム着用などは他球団の多くと同様だが、トランペットなどの楽器は、応援には、珍しい二重奏を用いている。応援メガホンの使用は他球団のファンと比較し非常に少なく、 手拍子と声による応援が中心となっている。また、一部ファンにおいて、ゲートフラッグの形容が行われている。また、2012年の親会社交代に伴い、新たな応援スタイル2種が、球団側より提示された。一つは、リボンでタオルに代わり使用されるもので、専用のフリがある。イベント時に随時配布されるほか、選手、監督名の入ったものも販売されている。 もう一つは5回裏終了時やチームの勝利時、シャボン玉を飛ばすことである。これは、横浜スタジアムにおいて、当時ジェット風船の使用が禁止されていたため、代替として編み出されたものであった。施設応援団、DNA 球団では、NPB 特別応援許可を受けた以下の団体が、応援を指揮する。横浜ベイスターズを愛する会全国制破壊以下の2つの団体は、 減損しない応援団である。湘南海坊主横浜ベイスターズ下関ファン集ドイの会株式会社 DNA127 万株株式会社 TBS ホールディングス3万株国土計画との資本提携と TBS 日本放送への譲渡前述の遠隔にもある通り、もともと太陽球団は太陽漁業の100%出資だったが、 1978年の完成を目指して、横浜スタジアムの改築が行われるにあたり、当時の国土計画社長、堤義明は、太陽球団の第三者割当増資を行う際、株式の約45%を取得して、第2位の筆頭株主となった。しかし、横浜スタジアムが完成した1978年10月、 クラウンライターライオンズを運営する福岡野球株式会社の保有株式を個人の中村長吉から国土計画が買収。本拠地を西武ライオンズ球場に移転した際、野球協約による同一企業内市はその関連会社が複数の球団を支配することを禁じる違反規定に触れるため、この際、日本放送に3割、残り15%を 当時の東京放送に上渡している。しかし2001年のマルハからの球団経営権譲渡に際して、日本放送の保有株をめぐり、ヤクルトスワローズの第二位株主である、フジテレビジョンとの関係が指摘されることになる。マルハから TBS への筆頭株主交代2001年11月16日、経営が悪化していた、当時の筆頭株主、マルハが、 球団株の第二位の株主だった日本放送への球団株譲渡を発表し、NPB も一旦はこれを認めた。ところが10日以上の経ったところで、読売ジャイアンツの渡辺常夫オーナーが、日本放送の持ち分法適用関連会社である、フジテレビジョンが、ヤクルトスワローズの球団株を所有しており、横浜球団の日本放送への売却は、 野球協約に定職すると意義を申し立て、これをきっかけに、日本放送への球団株売却はとんざ。最終的に、第3位株主の TBS に譲渡された。この際、TBS がもともと、ベイスターズの株主企業の一つだったことから、筆頭株主の交代という判断が下された。この判断により、当時の野球協約に規定されている、球団譲渡を受ける。 債の加盟料30億円の支払いは不要とされた。それまでの球団の身売りは球団名からユニホームまで一新されるケースばかりだったが、マルハ TBS のケースは球団名もユニホームもそのまま残された。唯一変わったところはユニホームの袖についた TBS のロゴマークが入ったワッペンだけである。横浜ファンでもあるコラムニストの綱島彩友は、 ファンを悲しませない、最もスマートなやり方。球団の身売りはこうあるべきだと高く評価している。2005年10月、楽天が DBS の株式を大量購入して筆頭株主となった。しかし、楽天がすでに東北楽天ゴールデンイーグルスを運営していることから、野球協約違反になる可能性が再浮上した。 11月に楽天側は経営統合を撤回、資本、業務提携となったが、TBS が認定放送持ち株、会社 TBS ホールディングスに移行したことから、楽天は買収を断念して、反対株主の株式買取請求権を使い、TBS ホールディングスに保有全株式の買取請求を行ったことで、問題は収束した。しかし、 前述の通り、2002年以降は2005年2007年を除き、再開が8度も喫する惨状となり、肝心の球団経営は失敗したため、結局、2011年シーズンオフに DNA に持ち株の大部分を上として、球団経営から撤退した。TBS ホールディングス時代以降の放映権、TBS ホールディングスが、 筆頭株主だった時代も、参加の放送局である、TBS テレビ TBS ラジオでは、週末午後に行っていた、対巨人戦以外の中継は、太陽漁業が保有していた時代よりも減少し、散発的に行われた程度だった。対巨人戦以外の試合は、視聴率と聴取率が取れないことにも起因していた。テレビ中継は通常テレビ神奈川が単独放送し、 同局で放送しない、デーゲーム分のみ、自社か、テレビ、東京系列の中継で補っていた。富士テレビも過去の球団と日本放送との、資本関係上放映権は保有しているが、2006年以降自社での放送から撤退し、対戦相手の地元系列局制作中継のために、使っていた。こちらもコスト削減のために、球団経由で、 TBS テレビから主要 A3 の配信を受けることがあった。CS 放送については2002年にマルハから TBS に譲渡されてからもしばらくは巨人戦の TBS 系列全国中継実施時のみ TBS ニュースバードで放送するも当時フジテレビ系の CS であった J スポーツで中継していたが解説をフジテレビまたは TBK の解説者が実況を TBS テレビのアナウンサーが行うという変則形態の時もあった。2008年以後 TBS ニュースバードに放送チャンネルが移行し、制作も全面的に TBS テレビが行う形式となり、さらに2014年シーズンより TBS チャンネル2に移行された。ラジオ中継は TBS ラジオが機関局を務める JRN 系列。 日本放送が機関局を務める NRN 系列で裏送りも含めて中継していた。主に大巨人戦が雨天中止になった時の予備カードや大巨人戦がない時に放送された。TBS ホールディングスは親会社で亡くなった2012年以降もベースターズの株を保有しており、TBS テレビ TBS ラジオでの中継を継続してきた。しかし、 TBS ラジオの中継は2017年シーズン限りで撤退し、現在は TBS テレビのみ中継している。DNA が親会社となった2012年以降は、上記放送のほか、各ライブ配信サービスでの主催試合制中継も展開している。展開状況は以下の通り。下関時代大阪時代川崎時代横浜時代。 横浜太陽時代、横浜ベースターズ時代、横浜 DNA 時代2020年、ビジターユニフォームを一新。コンセプトは、より青く、より強く。カラーは、球団のメインカラーである、横浜ブルーを中心に、港町、横浜の海のように鮮やかな4種類の青色を使い、すべて青色で構成。さらに、上部へ大きく広がる、ストライプの動きを加えることで、 選手の力強さを引き立て、無限に広がる、可能性を表現した。横浜スターナイト2013限定ユニフォーム2004年から、毎年原則で、夏季限定ユニフォームを採用しており、いずれも8月の主催ゲームで行われるのみである。交流戦、夏季限定ともに、2年ごとにデザインが変更されている。親会社が、DNA に変更されてからは、毎年夏に、 横浜スターナイトというイベントが行われており、2013年からは、その期間中に選手及び監督、コーチは、スペシャルユニフォームを着用。なお、2020年は、東京オリンピック、東京パラリンピックの開催により、横浜スタジアムは、公式野球とソフトボールの試合会場として使われ、その準備などの都合により、 6から9月の一部試合の開催ができないため、東京ドームで6試合、新潟県立野球場や、千葉ロッテマリーンズの本拠地千葉マリンスタジアムでの代替開催も予定していたが、オリンピックの開催延期に伴い、すべて横浜スタジアムに変更となった。2021年は延期になった東京オリンピック、東京パラリンピックの開催により、横浜スタジアムは、 公式野球とソフトボールの試合会場として使われ、その準備などの都合により、6から8月の一部試合の開催ができないため、東京ドームで6試合、新潟県立の球場で2試合、東京ヤクルトスワローズの本拠地、明治神宮野球場で5試合の大体開催を行っている。太とは、リーグ優勝は、日本一球団の永久欠番は次の通り。 DNA 球団では、球団在籍時に日本プロ野球名球界の入会条件である、通算2000本ン打、通算200勝、通算250セーブのいずれかを達成した選手を、球団の貢献者として検証している。2020年現在では7人が検証されており、その功績を称えるレリーフが、横浜スタジアムの右翼外野席最上段の手すりに設置されている。 2020年現在、レリーフが設置されている検証対象者は以下の通り、達成順に記載。背番号は条件達成当時、通算成績は検証理由に該当するもののみ、1974年から1977年のシーズンに使われたユニフォームのこと。ホーム用は大々色。 帽子とビジター用は緑色を使っていたため、湘南電車を彷彿とさせる配色から、湘南電車カラーと言われた。このユニフォームが採用される契機になったのは、山下大輔の入団である。当時の対応は、静岡県草薙総合運動場公式野球場で、キャンプを行うなど、静岡県とのつながりがあった。そこに、静岡県出身の山下が、 ドラフト1位で入団したため、ヘッドコーチの秋山昇が、みかんとお茶を題材にしたユニフォームはできないものか、とオーナーの中部健吉に提案したところ、チューブも食品会社としてイメージワップにつながると了承。その結果、大々色と緑を使ったユニフォームが完成した。具体的なデザインは、オークランドアスレチックスの当時のユニフォームを参考にしている。 セリーグでは2000年以前まで勝率順で順位を決定していたが、2001年は勝利数順で順位を決定する方法が採用された。2001年、横浜は69勝67敗4分け、広島は68勝65敗7分けで、それぞれシーズンを終えた。勝率は横浜、507、広島、511であり、前年までの順位決定方式なら、 広島が上位になっていたところだが、上述の通りこの年は勝利数順で順位を決めていたため、勝利数で広島を上回った横浜が3位となり、5年連続の A クラス入りを果たした。しかし、この順位決定方式は、シーズン途中では試合を早く消化したチームが上位になりやすく、実態がわかりづらいという理由から、わずか1年で順位決定方式が、 勝利数順から勝率順に戻された。2005年にも勝率順位と勝利数順位が異なる事態が起こったが、今度は勝率順で順位を決定する規定になっていたため、ヤクルトよりも勝利数の少ない横浜が勝率でヤクルトを上回り、最終順位は横浜が3位、ヤクルトが4位となった。なお、セリーグでは2002年以降、 現在に至るまで勝率順で順位を決定している。太陽時代は、初代本拠地の下関のほか、春季キャンプを行っていた草薙球場をはじめ、北海道、東北地方などで、1980年代後半からは、神奈川県内の平塚球場や相模原球場や、北関東の宇都宮清原球場、日立中市民球場でも開催したことがある。 2016年以降は、地方開催を、新潟県立トリの方公園野球場での一試合のみに、縮小し、沖縄や平塚、相模原など、保護地域の神奈川県内での地方開催も、中断している。2020年は、新潟の他に、前述の通り、東京オリンピック、パラリンピックで、横浜スタジアムが使用できない都合による兼ね合いで、東京ドーム、 ゾゾマリンスタジアムでも開催が予定されていた。沖縄で公式戦横浜時代の2010年6月29日6月30日の2日間、同年全面改築が竣工した、那覇市オ山野球場で対東京ヤクルトスワローズ2連戦を主催開催した。太陽ホエールズ時代の1975年5月17日5月18日に、 改築前の県営王さん野球場で対広島東洋カープに連戦を主催開催したが沖縄県ではこの試合以来35年ぶりのプロ野球公式戦となったまたこの2試合は沖縄県でのプロ野球一軍公式戦としては史上初のナイターとなったそれ以降も同球場では2011年2012年2014年2015年に 横浜、横浜 DNA 主催による公式戦が毎年2試合組まれ、最低でも年1試合は開催された。2013年は阪神タイガースが同球場で公式戦を開催したため沖縄遠征は行わなかったが、2014年は巨人を帯同し、2年ぶりに沖縄遠征を実施した。ただ、7月8日と7月9日の2連戦での 開催を予定していた。しかし、7月8日の試合については、平成26年台風第8号が最大級の、勢力を保ったまま沖縄に直撃する恐れがあり、試合の開催が困難であることと、観客の来場時の安全を考慮して、前日午後の段階で開催取りやめを発表した。またこの影響で、当初沖縄遠征に参加する予定だった、ユリエスキ・グリエルは、 台風による飛行機の揺れへの不安から参加を辞退したことも判明した。グリエルは飛行機恐怖症との診断を受け、球団と協議した上で沖縄遠征への参加を見送ったとしている。なお、ベースターズ主催試合から撤退した2016年以降の沖縄での公式戦はパリーグの球団が持ち回りで主催試合を行っている。 新潟との関係ハードオフエコスタジアムに新潟では開業した2009年から毎シーズン主催試合を開催している。DNA へ親会社が変わった後はナンバーオーナーが新潟出身ということもあり、一時は集客の見込める土曜日曜の開催や対局人選の開催を行ったり、2016年には日本ハムを帯同して同級上初となる。 セパ交流戦を1試合行うなど、新潟への配慮は大きい。2013年は、巨人主催の DNA 戦が1試合行われているが、これは、同球場で唯一 DNA が、ビジター開催となった事例である。同年には別に、DNA 主催の巨人戦も2試合行われた。戦術の通り2016年以降は、地方開催を縮小しており、上記沖縄、 並びに、神奈川県内の平塚、相模原などでの一致軍公式戦開催からは撤退したものの、新潟での開催は毎年平日一試合のみであるが唯一、継続している。ただし、2020年は上述の理由で、新潟では土日を含む3連戦を予定していたが、いずれも横浜スタジアムでの開催に変更となった。 また2021年は土日用に2試合予定されていたが1試合が雨天中止となった他にも新潟に関連するイベントを開催しており関係を継続している下関開催の復活初代本拠地である下関市にある下関球場においては2007年を最後として公式戦開催が途絶えており将来的な公式戦の復活開催実現へ向けて 同氏が中心となって、下関プロ野球招致実行委員会を設立し、その手始めとして2019年、東急団創設70周年を迎えるにあたっての、記念試合として、広島東洋カープとのオープン戦を誘致、球団最初の試合日に合わせて、同年3月10日にデーゲームで開催することを決めた。しかし、試合開始直前の降雨によりこのオープン戦の、 開催は中止となり、下関での記念試合は幻に終わった。この試合では1950年3月10日に行われた国鉄スワローズ戦で着用した、初代ユニフォームを復刻して選手が着用する予定でもあった。将来的には公式戦開催を目指して取り組んでいるが、2020年は公式戦開幕が東京オリンピックの関係により通常より早まるため、 オープン戦は2019年12月の発表段階では予定されていない。2012年5月1日から6日までの5戦で全額返金。あちいぜ。チケットを1枚4000円50席限定で販売した。このチケットは観客の満足度によって試合内容が気に入らなければ勝ち引き分けの場合は半額の2000円まで負けた場合は 全額の4000円を上限に返金するものであった。この企画の初日に当たる5月1日にチームが敗戦した際は全員が返金を要求。金額にして9割に及ぶ返金額となったが勝利した試合でも半数以上の人間が返金を求め5試合での売上100万円のうち半数近い47万円が返金となってしまった。この結果に 当時の監督、中畑清はショックを受け、ひどい負け方をしたならともかく、最高のプレーをして、金返せ。じゃあ、選手のモチベーションを下げるだけとし、同じような企画を二度と実施しないように求めた。なお、2012年度のレギュラーシーズン最終戦において、新、熱いぜ。チケットが、企画、発売された。これは、内野 SS 席。 ペアチケットに2000円分を追加で負担すれば、2016年度までに DNA がレギュラーシーズンで2以上の成績を収め、クライマックスシリーズの主観権を確保した場合、その主観試合の内野指定席での観戦ができる権利を得るというものであったが、この期間中に CS に進出できなかったり、進出してもレギュラーシーズン3位で主観権を得られなかった場合、 または CS が廃止となって、権利執行となった場合には、追加負担分は、神奈川県のアマチュア野球の振興に役立てるという、企画であった。実際には2016年の3位が期間内の、レギュラーシーズンでの最高順位であり、DNA は CS を主催することはできなかったため、感染権は成立せず、全額が、神奈川県の野球振興の寄付金となった。 2019年にレギュラーシーズンで2位の成績を収め、CS の主観権を確保したことを受けて、球団は権利を特別に復活させた上で、チケット購入者50組100人を、同年10月5日の CS ファーストステージ初戦に、招待することとなった。1956年に、明治大学から秋山登、土井厚氏、岩岡康弘、黒木博氏へ、 沖山光俊の5名が入団。同一校の選手が同一球団へ、同時に5名も入団するのは、極めて珍しく、彼らは、明大後人衆と呼ばれて、注目を集めた。1980年代、横浜太陽ホエールズに対し、本拠地の横浜を、主な営業エリアとする横浜銀行や当時、 存在した太陽神戸銀行をもじった横浜太陽銀行という呼び名が付けられていた。これは当時長年にわたって低迷し、毎年のようにた球団に勝利を配給し続けてきた様を勝敗数や勝率を預金や融資になぞらえて揶揄したもので、この不名誉な呼び名はいつしか定着してしまった。特に巨人ファンが貯金をするなら、 横浜太陽銀行へという合言葉と共に、投球団を煽るなどしていたが、その他にも、巨人以外の球団のファンが、太陽や太陽ファンをあざける際のみならず、太陽ファンも、自重の念を込めて使い、特に連敗が混んだ時やテレビでの露出機会が多い、巨人戦の対戦成績が著しく悪いシーズンには、マスメディアでも、頻繁に使われた。また、最近では、 同じく相性の悪い阪神戦においても、この名称が使用されることがある。一方で、その阪神とひっくるめて、セリーグで特に弱い球団として、太陽神戸銀行と揶揄することもあったという。巨人戦で負けが続くと、銀行と揶揄する事例も見られる。1993年から、球団名が、横浜ベイスターズに解消されてからは、 横浜銀行と呼ばれるケースが多いものの、実際には、球団と同行の間には、直接的な関係はなかったが、2014年8月に行われる、横浜スターナイト2014第1弾に、横浜銀行が、初めて協賛することとなった。詳細は、横浜銀行、その他を参照のこと。横浜太陽、ホエールズ時代の1991年に、 中山博明が少女への強制わい事件を起こし、球団を解雇されて以降、彼が着用していた背番号19は欠番とされていたが、対応は1992年オフに球団名を横浜ベイスターズに変更。同年のドラフト会議で一位指名を受けた小宮山雅人が19に関連する演技の良いエピソードを複数有していたことや、小宮山自身も、 事件のことは気にしないと表明したことから、19番は小宮山に与えられた。しかし彼以降、とかの名を杉本とも染めた検索と背番号19を着用した投手たちが、次々と期待外れに終わったことから、2007年12月には、スポーツ日本が背番号19の呪いと報じた。しかし,藤し、藤江人氏 山崎康明がそのジンクスを払拭し、現在は死後となっている。野球中継番組については口述。DNA 買収後は不明。ありがとうございます。